どうも、小川です。はい、今回はね、またね、淀川で、ね、一人で喋りなんですけども、なんでね、毎回こう淀川で喋ってるかって、もうここは一番ね、声が出しやすくてね、人に気を使わず、気が散らずみたいな、まあ一応電車よく通るんですけども、でもうもっと向こう行ったら行けるかと思ったんですけども、クソ暑くて喋ってる場合じゃないんですよ。でここでね、毎回こう淀川のほとりっていう、ほとりいうか土手っていうかね、ここでやってるんですけども、あのいつもね、あのチャンネルガマのオープニングトークとか、オープニングトークで電話ボックスでね、はいどうも、おかげです、今日はもみさんが、いや、せいこままがとか言って、わーで駆け足トークしますけどね、あれはやっぱりね、自分の動画をね、もう1分から1分半の間、このオープニングでこう凝縮した感覚でこう詰め込まなあかんが、ちょっと焦って、もう急いで喋ったりするんですけども、今回尺、あのね、この、一人喋っていうのは、尺があるし、ゆったりゆっくりね、あの何も焦らず、喋れるんじゃないかと、まあまあゆっくり喋れるんですけども、まあまあ今回、前回言ってたかな、2、3ヶ月前ですかね、まあまあ2、3ヶ月に1回ぐらいこのやつで喋るのがいいんかなとね、まあ1回やるとね、お前企画ないんかみたいなね、逃げてるやろみたいなやつもあるしね、じゃあお前逃げてるんだったらな、お前やなカメラの前でな、一人で喋ってみろと、できんのかと、ね、そんなやつできへん、普段どっかでぐわーいじびってて、ね、舞台立ってカメラの前行け言うたら、いいブリ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 とか、まあ、最初から一尾になと、ね、少なくとも俺の場合は一尾なんとってくれみたいな、まあ、あるんですけども、まあそんなバカはほっといてね、まあまあ、まあ、趣味のあくまでもね、これも趣味の段階で、ね、別に収益がどうこうとか、再生がどう、まあ、再生は多少気にしたりはするんですけども、まあ、別に収益があるわけじゃないんで、まあまあ、ほんまの趣味でやろうかなと、まあ、趣味の割には、一人喋りするのもどうかなと思いつつも、まあまあ、自分の好き勝手にやっていこうかなと、ね、思ってるんですけども、まあ、相も変わらずね、何やったか、7足変えるね、まあまあいつもずっとこう、西成ね、西成行ったり、冠屋、西成冠屋とか、あぶてとかね、聖子ママがーとか、もみさんがーとかね、やってますけどもね、冠屋自身もね、もう あんまり、まあ、ほんまいつもこれ言うてるんですけど、まあまあ、もみさんもね、チュンバが大嫌いなんで、あのほんまに根こそぎいう言い方おかしいよ、根っからほんまの根っから嫌いみたいなんですよ。でこの前冠屋の近くの、長野酒店っていうところで、僕は冠屋に向かう途中に、向かいから西成慶応ものYouTuber、30何万登録者が歩いてきたんですよ。あ、このすれ違った瞬間、あ、こいつ断られたなと思って、もみさんに断られたやなと思って、で冠に入った瞬間に、もみさん断ったんですかって言ったら、もみさんが当たり前や、誰が取るすかいで、すごいなと、そんなに嫌なんかとまあまあまあ、いや、それ嫌だと、いやね、だからまあまあね、もう冠屋でのね、YouTube 撮影はと禁止なんで、もしこれを見てるチューンバーいたかな、 YouTuber の方、ご遠慮くださいっていう感覚なんですけども、まあね、最近チューンバー、YouTuber もね、特に西成系 YouTuber ね、お店に、ね、から嫌がられてるんですよ、結構ね、
マナー悪いんですよ、ああいつらってね、まあ、全員が全員悪いわけじゃないですけども、9割方が悪いんですよ。なんでかただね、3人で来てビール1本で、で、キメラピーッと取って、ピーッて行って、帰ると。ね、で、カンボリアのバイトが、安い、なんも、ね。いっぱい頼んで、これだけ頼んで、こんだけ安いっていう説明の仕方が分かるんですけど、ちょっと2品か3品頼んで、これだけ、イエスっていうチュンバー、もうほぼほぼそのチュンバーいっぱいなんですよ。それはね、もみさんにしろね、嫌がるって、どこの店舗でも。もっとひどいやつなんか、なんかね、缶コーヒー1個で、もみさんになんか話しかけようとして、さすがにもみさん、それなら大事ね。缶コーヒー頼んで、ね、酒も頼まんと、まあ、あんまりそれ飲みすぎんのもよくないですけども、何も頼まんとマナーあるやろ、チュンバーね。お前ら取るだけ取って、缶コーヒー頼んで、で、もみさん、なんか救済金どうみたいな、なんであえてせなあかんねん、それはなりますね、それはそうなんですよ。そこが言いたいです、今日ね、西成系チュンバーの、マナーの悪さ。全員が全員って言ってないですけどね、中にはマナーのいい人もおるんですけど、大概マナー悪いんですよ、あいつらね。いいね、カード取ってる時は常連のふりして、普段経営して、そして時は常連のふりして、すごい声です。これで、ムルがやります。バカ野郎。二度と来んなみたいな感じで。ほんまに、今日はね、それのほうが言いたいです。まあまあ、カンボリアに限らずね、マナーが悪いと、やばい、そこから もらわんと撮影してるチュンバーね、YouTuber チュンバー、土日しか空いてないおでん屋さんで深川さんってあるんですけど、僕はね行ったことなくて、目の前はもう何百回も通ってるんですけども、そこってもう SNS 一切禁止なんですよ、ね、そこをアップ YouTube にアップしてる YouTube にアップしたら2年前か3年前かな、おでんの深川さんの SNS は、ね、YouTube だろうが、禁止してるところを上げてる YouTuber がおったでしょ、まあ、登録者50万超えてる人とかね。で、上げてるのはまだしも、深川、知ってる人からさ、もう明らかに分かってるでしょ。見たらもう明らかに深川なんですよ。けど おでんの深川ですって言ってないんですよ。ということは、あ、許可もろてないやと思われてもしゃあないです。そんなやつなんですよ。まあまあ、これは大概みんな知ってる方も多いと思うんですけど、その上げてた順番、ここまで言ったらね、あ、こういう順番なんかなとか、あ、こういう順番なんかなとかね、だからね、そうそう、みんなね、西成来てイエーイとか思ってるかもしれない、イエーイとかしてけど、全部が全員じゃないですけど、変な人じゃないですけど、たまにね、まあ、順番にしろ、なんかその飲み歩く人でもね、変な人もいっぱいおるんでね、それをほんま、気をつけた方が、いいんじゃないかなと、なんかね、ほら、酒場でこう初めて知り合って意気投合して、って言ったら、なんか次のお店でなんかえらいボラれたとかね、まあ、そんなんな、なったりすることもあるんで、まあ気をつけて、ね、で、悪い人とあとチュンバにも、あ、面白い方ね、面白い方、チュンバ来たら気をつけて、チュンバでね、YouTuber ね、変な、マナーの悪いやついっぱいいますからね、動画撮れたらええわみたいな、あの悪事ですね、これからは、そういうとこ見てください、まあ、今日はそういうのが言いたかっただけの話なんですけどね、マナーの悪いチュンバがおるっていう、まあまあこんな感じで終わりにしましょうか、はい、ありがとうございました。
外側からでした。